大暮れこれ人は日本の漫画家。原画、イラストなどの仕事も手掛ける。血液型は AB 型。既婚。1995年に漫画ホットミルク掲載のセプテンバーキッスでデビューし、1997年に月刊少年キャプテンで連載したバーンアップ W で一般紙デビュー。高校時代は美術部に所属し画家を目指していたが、 経済的な問題で大学へ行けず、23歳まで画材屋にサラリーマンとして勤める。働いていた時にパチンコで作った多額の借金を返済するため、賞金目当てで漫画誌に投稿したのが漫画家の道を歩むきっかけとなった。連載を見切り、短編講談社、マガジンドラゴン赤松健との対談にて、ファンタジーコミック大賞、 大暮れコレヒト先生インタビュー終映者。終映者。2010年1月4日閲覧。天井殿下第19巻の後書きによる。エアギア、作品情報。アニメファック。2020年12月6日閲覧。満タンウェブ化物語。大暮れコレヒトがコミカライズ。マガジンで、連載2018年3月1日。大暮れコレヒトが、キャラデザで参加。 ディズニー協力の新作アプリ、スタースマッシュコミックナタリー2020年10月29日2020年11月22日閲覧、群上騒動単行本体より、ありがとうございます。